コープオリンピア歩道橋は2014年1月に撤去されたコープオリンピアコープオリンピアは東京都渋谷区神宮前6丁目に立つ共同住宅である。明治神宮及び代々木公園原宿駅の資金にあって黎明期における高級マンションの代表例として知られるほか、1965年当時の分譲価格が最高で1億円を突破したことから、いわゆる オクションの第一号でもある。春工時からエレベーターや空調設備を完備するとともに、ホテルのようなフロントサービスを導入、当時考えられる技術、サービスとして最高水準のものを備えた、日本における高級マンションの元祖の一つとされる。売り主は、東京コープ株式会社で1965年、 当時の分譲価格は3000万円から1億円超であった。完成は1965年3月であり、名称のオリンピアは、その前面に、近隣の代々木体育館などを会場に開催された1964年、東京オリンピックにちなむ。所在地住所はかつて、渋谷区温田三丁目で、コープオリンピアが完成した1965年3月の、 住居表示指向によって、現在の渋谷区神宮前6丁目に変わった。コープオリンピア明治神宮、原宿駅のある大地上から明治通り、神宮前交差点に下る坂道に沿って、建設されている建物は、地上11階、地下2階建てで、延べ床面積は23,239平米である。住戸数は164戸で、 各個の専有面積は28から215平米、各階中廊化式のユニークな重庫ユニットが採用されており、メゾネット形式の活用によって、1ユニット9坪の区画が上下、左右、南北など様々に組み合わされ、多様な広さ、形式の重庫を実現している。また、坂道を生かして、機械室や商業施設は、 地下や1階に潜り込ませてある。敷地面積は約4100平米。需要層としては、会社重役、自家営業者、自由業、高額所得者、親譲りの財産所有者が主な購入者であり、そのうちの大半が自家用車を所有していたことが挙げられる。設計は、清水建設によるもので、波木道との調和を図って、 緑が映える外観とすること、レストランや美容院など商業施設を併設し、建物自体に都市としての機能を盛り込むこと、海外滞在経験なども、ある富裕層を満足させられる設備、使用とすること、などを意図して設計された。実際の建物の外観は、暗色のタイルと銀色のアルミサッシという落ち着いた色合いで、街路樹の緑を引き立たせている。 設備も当時としては、画期的で、セントラル方式による、全館24時間冷暖房、エレベーター4機、居住者専用の駐車場、さらに屋上には建築家、ル・コルビュジエによる、集合住宅、ユニテ・ダビタシオンを模して、周囲を一望できるプールが設けられた。また、高級マンションの先駆けとして、十四時間体制の、フロントサービスを採用、内労家には、 赤絨毯が敷かれ、分譲時には購入者が、水回りの器具、カーペットや壁紙の色や模様などを選択でき、特別注文も可能だったという。新築分譲時には、最高価格である1億円の重庫の一つを当時、人気だった、女優、K マチコが購入したことでも、話題となった。コープオリンピアは、表参道でも最も、 原宿駅に近接した位置にある高級マンションとして知られ、後年になっても、いわゆる、ヴィンテージマンションとして、中古住宅市場では、築年数に比して、高値での売買が行われている。コープオリンピアの管理は当初分譲会社である、東京コープによって行われていた。しかしながらしばらくして、その運営方式に居住者からの疑義が呈されると、 東京コープは管理権を放棄、その後は一貫して、住民自らによる、組織、コープオリンピア管理組合による管理が行われてきた。建設から44年を経て、設備の老朽化が顕著となっていた2007年春頃、管理組合は、建物の建て替えを計画、同年9月には、組合員総数の、約91%の賛成を得て、建て替え推進決議を、 採択、住民の多数が建て替えを希望していることを確認した。コープオリンピア一方、コープオリンピアの建物は、後年の放棄での容石率450%に、対して約600%で建設されていた。さらに、コープオリンピアの立つ表参道では、渋谷区によって、最高限度を30メートルとする高さ規制が、 導入されており、規制前に建築されたコープオリンピアの高さは、すでにそれを超過していた。これらに伴い、何らかの特例が認められない限りは、建て替えによる床面積の減少は避けられない、状況であった。実際、管理組合では、総合設計制度の適用や35%程度の、容積率緩和を見越しての基本計画を立案したが、 それでも所有者に提示された権利返還率は85%にとどまっていた。採択された建て替え推進決議が法的拘束力を持たない一方、その後も管理組合では数百回に及ぶ会議を開き、建て替え決議が2009年4月19日の臨時総会において審議されることとなった。建て替えの決定には、 所有者の議決権と面積の両方で4、5以上の賛成を得る必要があるものの、建て替え推進決議が圧倒的多数の賛成で採択されていたコープオリンピアでは、建て替え決議も4、5以上の賛成で採択されることが予想され、議決前からマンション建て替えの成功事例としてマスコミにも報じられた。しかしながら、結果は、 組合員数では90%以上が賛成したものの議決件数では約72%の賛成に止まったために決議要件を満たせずに終わった背景として重症混在の複合所有形態による法的課題から商業テナント所有者との協議が難航していることも伝えられていたこの間において コープオリンピアの区分所有者は151名おり、内訳は、住宅が144名、店舗が7名であった。このうち、低層部大型店舗の区分所有者が、議決権の20.09%を有しており、この賛成を得ない限りは議決権の4、5以上を得ての決議はできない状況にある。日本経済新聞は2012年1月、政府が、 マンション建て替え要件を緩和する方針であることを伝える一面トップ記事の中で東京都渋谷区のマンションでは占有面積が大きく大きな議決権を持つ住民が反対していることから建て替えができないでいると直接名指しはしていないもののコープオリンピアの事例に言及している南国主家原宿店本館日本の高級マンションには珍しく コープオリンピアでは通りに面した地下1階から2階の一部には店舗用のスペースが用意されている。店舗区画は全17区画であり2011年末現在の主なテナントには中華料理店の南国酒家やメガネ店のゾフなどがある。このうち南国酒家はコープオリンピアが春工した1965年3月から現在の原宿店を営業している。 コープオリンピアの所在地には、かつて、大礼会館という施設があった。大礼会館は、木造2階建ての大きな建物で、結婚式場などとしても使われており、戦前の経済学者、上田定次郎の日記にも、1935年11月、原宿、大礼会館で行われた兄の次女の結婚式に、出席したことが記されている。大礼会館は、 大東は戦争末期の1945年5月23日、アメリカ軍による空襲を受けて消失した。また、コープオリンピアの東側隣接地、山手線との間には、バブル期には、世界一の富豪とも言われた、実業家、堤義明が率いる、デベロッパー、国土計画の本社ビルがあったが、同社の生産に伴って2006年に解体された。 ABCDFG、e, 建物の維持管理第1回、村島正彦、健在試験情報909、財団法人健在試験センターハット AB 分譲、マンションの歴史、不動産情報サイトノム .com の村、不動産アーバンネット株式会社、平成23年12月22日閲覧、コープオリンピアヴィンテージマンションの、 東京アパートメントラボ2016年2月27日、閲覧 ABCDEFGHI。日本書、住民による住民のためのマンション建て替え築44年、東京、原宿の高級マンション管理組合の挑戦、2009年4月1日、掲載、平成23年12月22日閲覧、ABCDEFGHI 管理組合。 当からの実情報告コープオリンピア老朽化マンション対策会議第二2回研究部会次第平成22年9月2日アパートのすべて宮武三郎サブロ号出版1964年8月20日発行208ページ神宮前6丁目原宿1995コムプロジェクト御田表参道商展開1994年12月25日 発行マンション建て替えやすく、政府方針同意に、3に、条件緩和、日本経済新聞平成24年1月4日、長官一面1964、東京オリンピックとバスに乗って、記録を記憶した街を歩く浅場明、東京都交通局 AB 島の健一郎、羅イの木、続、表参道が燃えた日表参道が燃えた日、 編集委員会平成23年間、上田定次郎日記大正8年昭和15年、昭和10年11月9日の記述。ありがとうございます。